いつもご視聴ありがとうございます。動画のコメントで、私が使っている除雪の、道具を紹介してなんか言って、毎年出してるんですが、今年もちょっと出してみたいと思います。去年出したやつは一昨年のやつの、再放送っていうか、そういった感じだったんで、今年はまた新たに作りたいと思います。はい、では行ってみましょう。はい、これパパさんダンプですね。結構丈夫です。この辺りで使ってる人は、少数派ですね。私も最初バカにしてたんですが、数年前に、親戚の人からこれいただいて、使い出したら結構使い勝手がいいぞということで、ただ朝一番の、降ったばっかりの雪がメインですね。それ以外の硬いところではもう使い物になりません。量が多いんで結構気に入ってます。救える量が。この雪はちょっと硬いんで、こういったところには向かないですね。あとここが高いんで、背の高い人向けです。背の高い人向け、通常これ使うまで私こういう具合に持ってたんですが、今これ使うようになったら手がもうこうなっちゃって、こんな感じなんでね、こうやるとちょっと辛いんで、こんな感じです。はい、パパさんダンプです。次はこれ去年買ったママさんダンプですね。パパさんダンプを買おうと思って買いに行って、間違えてママさんダンプを買ったっていう、そんな感じです。ちょっとパパさんダンプよりも華奢です。華奢ですが、朝の、除雪で量が少ない時なんかはこれを使ってます。ちょっと割れそうな感じですけど、まあやっぱり硬いんでちょっと無理ですね。でちょっと汚いんですが、これが、私がメインで使ってる、吉鉄最強スノーダンプと今言ってる吉鉄です。これもまあ新潟県の製造メーカーです。ちょっとワックスが塗るのが下手で、こんな感じでなってますが、もう、屋根の上ではめったに使いません。やっぱり重たいんで、こういうちょっと硬い雪とか、そうですね、ガチガチに締め固まったようなやつは結構いけます。ただあまり硬すぎるとやっぱりスコップと併用みたいな形になるんですけど、下の方柔らかいんで、これであればママさんとパパさんでもいけそうです。ただ上の方はやっぱりちょっとまだ今日硬いですね。はい、吉鉄でした。次が、これ熊竹ですね。
新潟県の十日町市の方で製造されています。値段は結構めちゃくちゃ高いんですが、ステンレスのやつで、私はこれ下では使いません。屋根の上だけです。もちろんあの下で使ってる人この辺りもいっぱいいますが、私は常に、屋根の上ぐらいがちょうどいいと思っています。でも屋根の上では本当に最強です。下でもあの最強という方はいっぱいいらっしゃるんですけど、ちょっとあの吉鉄に比べるとですね、ここに引っ張るバーがないんで、ちょっとなんかその分不安、ここ大丈夫らしいんですが、その分ちょっと不安があって、やっぱりちょっと下の方ではこちらの吉鉄をメインに使ってます。去年だったかな、一昨年だったか、あのちょっと私の動画を見ていただいている方から、鉄工場の方みたいなんですが、ここにバーつけるから、もし壊れたらいつでも行ってちょうだいっていうような、心強い、言葉をいただいてますので、まあ、ちょっともう壊れた、溶接が取れたみたいな感じになったら、ついでにここお願いしてバーつけてもらおうかななんて思ってます。あと私がこの熊竹を屋根の上で使う理由はですね、これ見てもらうと分かると思うんですけど、それぞれにこう溝とかがあるんですけど、これ熊竹はないんですよね。で、あの私屋根の上では横滑りさせて落とすことが多いんで、これ溝があると若干引っかかりがあるんですよね。直進性はその分良くなるんですけど、ということで屋根の上で使うことが多くなってます。もう横にすごい滑るんで、こういう感じにするのがすごい楽なんですよね。で、屋根の上だと傾斜がついてるんで、さらにこういい感じで落とせるという感じですかね。はい、使用頻度は少ないですけど、かなり気に入ってます。あ、ちなみにですけど、熊竹、ここに熊竹って書いてあるじゃないですか。で、雪がちょうどいい湿り具合のいい感じの時にこれでガスッと除雪するとですね、捨てた時にこの雪に熊竹っていうのが刻印されるようになってます。これも屋根上最強スノーダンプ熊竹です。ちなみにですけど、私は1台しか持ってないんですが、うちのお隣さんなんかは結構3台とか4台ぐらい持ってる感じですね。もう熊竹だけで、下やってます。次はこのアルミ製の、すごい軽い、もう小指1本で持ち運びできる感じです。めちゃくちゃ軽いんですが、すごい華奢です。ということで、この屋根の上の、新設ぐらいしか使えませんね。その代わり軽いんで、非常に取り扱いが便利です。吉鉄とかだと結構持って上がるのも重いんですけど、これなんかだとすごい軽くて、本当に重宝してます。
あまり硬いうちにガスッとやっちゃうと、すぐこんな感じで傷んじゃいます。これも熊竹と同じように溝がないんで、本当に屋根の上使いやすいですね。はい、アルミ製の砂ダンプです。雪下ろしダンプとしか書いてません。これも屋根の上で、この地域では結構オーソドックスなスノーダンプなんですが、でこんな感じで溝がなくて、割合とこう蹴っ飛ばすバーもついてるんで、クマタケと一緒に屋根の上で使ってます。クマタケやっぱりね、ガスンってやった時にちょっとこうこじったりする時になんかこう怖い感じがするんですよね。高いだけにちょっとあんまり壊したくないなと思って、よっぽど屋根の上が硬い雪が積もった場合は、これでやってます。まあほぼほぼここ 1,2 年全く出番ないですね。熊竹よりははるかに重いんで、ちょっと何キロかまでは測らないんですが、長い時間、長時間使ってたらやっぱりちょっと熊竹よりは全然疲れますね。ただこれができるんで、かなり思いっきり蹴飛ばしても全く問題ないですね。これも最近あまり使わないんですが、溝ないんですが、下で使ってます。これはですね、めったにこれも使わないんですが、屋根から下ろした雪が異様に硬い時、やっぱり吉鉄でもいいんですけども、吉鉄の方が値段が高いもんですから、ちょっと大事にしたいということで、こちらの吉鉄よりはちょっと安物なんで、ただ吉木よりもなんかすごい重たい感じがします。これであればもういくら蹴飛ばして壊れてもいいなと思って、でよっぽど硬い、屋根から下ろした雪が硬くなっちゃった時にはこれを使う時があります。もうとにかく重いです。屋根の上にはちょっと持って行きたくないですね。あとこれがどうでしょうかね、偏見かもしれないんですけど、町場の人がよく使ってる、比較的雪が少ない時っていうか、もう10センチ以上になったら新潟県では使えないと私は思ってるんですが、ハンドラッセルです。ハンドラッセルで、もう使い方はこうですね。このまんま手でラッセルしていくと、まあそのネーミングの通りなんですが、買うときにですね、特に新潟県の場合は、何センチぐらいあるのかな、これぐらいの幅あるんですけど、あんまり欲張ってでっかいのを買っちゃうと、雪が重すぎて10センチぐらいでも押せないんですよね。ということで、なるべくこれ
小さいの、個人的にはですよ、小さい、幅の小さいのを買った方が、疲れが少なくて、回数はその代わり歩かなきゃいけないんですけども、回数は歩いたとしても、疲労の度合いが全然違います。楽ですよね。これは中ぐらいのやつを買ったつもりだったんですが、もしかするとちょっとでっかいのかもしれないです。雪の降り始めとかしか使えていません。欠点はですね、これ使ってやっちゃうと、もうちょっとでも雪が降るとすぐまた外に出てやりたくなってしまうことですね。まあ、欠点かどうかわからないんですが、はい、ハンドラッセルです。で、あと最後にですね、これアルミ製のスコップなんで硬いやつは無理なんですが、玄関前をこうちょっと払うときには非常に軽くて便利です、車に積んどいてもいいかもしれないんですけど、車でスタックしたときに硬い雪とかちょっと無理なんで、そういった意味ではちょっと車でっていうよりも玄関先の雪を払うときには結構非常に便利になって、なんかブランド品なんですかね、人造印で結構これも重宝してます。で、これそのために買ったんじゃないんですけども、穴開きの、角スコップです。角じゃないな、剣スコップです。で、絵皿の時とかにこう土砂とか砂利をすくってやる時に水がどうしても一緒にすくっちゃうんですけど、これであれば水はすくわないで砂利とかだけすくえるんですが、雪の時はもう全然穴開いてるのを感じさせないんで、雪の時も結構便利ですね。硬い雪を上からつついて、例えばパパさんダンプで運ぶなんていうのにもできます。動画で余雪で、ドボンしてる時も結構屋根から落ちてきた雪はこれが必需品になります。この辺りがまあ私が冬愛用しているやつですね。この端の2つはあまり使わないですけども、こちらの方はもうかなりメインで使用しているやつです。で、パパさんダンプを購入っていうか、パパさんダンプいただいてからはもうほとんど朝の早朝除雪はパパさんダンプで、が9割方ですね。あとはまあこう、雪質によってすごいくっつく場合にいろいろとっかい引っかえ、もう雪くっつくと嫌なんでやったりしてることもあるんですが、まあこれだけ揃ってると結構どれかしら使えるんで、割合とまあ楽は楽っていうかね、まあ田舎だとこれぐらい皆さん持ってるかどうかわからないんですが、こんな感じで、私のスノーダンプ紹介の動画でした。今年ももう終わっちゃいますけども、例年より1ヶ月ぐらい早く終わってしまいますが、また来年これを使う機会があると思うんで、その時は皆さんよろしくお願いします。はい、パパさんダンプ、ママさんダンプ、最強スノーダンプ吉鉄、屋根上最強スノーダンプ熊竹、アルミの超軽量ダンプ、
その他、そしてハンドラッセル、アルミスコップとアナーキスコップです。はい、ご視聴どうもありがとうございました。あ、それともう一つ忘れちゃいけないものがありました。ユンボですね、バックホー小松の PC30R と、まあヨボヨボのすごいおじいちゃんなんですが、まあまだ少しもう少し、活躍してくれそうです。はい、以上私の除雪動画、除雪道具の紹介です。でした。